なんと強豪、たった一連で強豪、強っ、空気悪る、うわー、ワリーナ長を滅かした。初期さー重敵がいる、眠る、この瞬間が一番好きなんや。どうしたんお前ら。うわー、世界最強のピッチャー出来上がった。鉄2年目春から新入生確認からでございます。さあ2011年4月7日入学式直前、なんと強豪、たった1年で強豪、これは上振れに上振れた感じじゃないですか。これスピードスターキラーメン、アベレージヒッターがついてかなり良いです。そして渋谷春、最初のうちは打っていたんですけど、なんかあんまり打ててないな直近。チームの柱大谷翔平、まあ、この精密機械ね、金徳つきました1年目から。そしてククカザミ、これは意外に打つ、結構強くなったよね、こうやって見ると。そしてあのチームのムードメーカー、ツナいるだけで偉い、実はずっとベンチにいてほしい存在。そしてニーナね、まあちょっと今ドロップ覚えたな、まあ奪三振が結構偉い。さあ見ていきましょうか。まあ天才はさすがにいないみたい。バブル赤徳、おお赤徳うまいこと消しつつ付き合っていこう。こいつそう、セカンド、うわーいいね。守備力もうちょい鍛えて補給鍛えればもう全然スタメン入りですね。鈴木、もうこのパラメータのまま外野置いたらとりあえず仕事もうできちゃうから、これ鈴木くん外野コンバートかもです。カチューンってさ、これスタメンじゃないとダメなんだっけ、投げてる間。ああ、じゃあ途中から出しても優秀そうだね。おお待って、俺強くない、君。お前よし、やってみないか。いや、やっぱキャッチャー層、もうそろそろキャッチャー鍛えないとな。あーでもこいつ代打要員でいいんじゃない、チャンシーだし。悪かない、ライトだと思うかな、これは。強っ、空気悪る、うわ、早球 C だ。なんなら今ズンここだけどね。ちょっと言っちゃいけないこと言った瞬間空気悪くなるからな。ムード丸であり罰な部分もあるから、ここズンかも。特にもよし、行こう。ツッチがこっち見てる、ベンチ外だよ。うちのマスコットキャラだから、ツッチは。一応ね、枠あふれた分は自由枠とはいえ、まあやっぱスタメンは現新域メンバーの方がいいやろからね。白マス止まっていくか、強気に。一年のツッチが野球について話しているようだ。おい絶対敵と言ってるぞ、おい、なんか先輩流されてるけど絶対敵と言ってるぞそいつ。ワリーナ長を滅かした。マジかよ、ツッチの母さん、どんな人、想像もつかんわ。あまる子テンション上がってる、よかったね。大事な夏の試合でも俺たち相当強くなったよ。1番以外ありえない。あー C 判定、 A 判定と戦わずに済んだのは助かるか。さあここ負けたらこれ強豪から落ちるんじゃないの。おあ惜しい、ああ一点取られていく。ワンアウト一塁、揺さぶるかましとくか。これここでうまくいったら魔物チャンスなんだよね。で魔物ノーアウトで進塁したら使うから、俺使うか。ここどうしても打ってほしい。よし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 、計画通りや。魔物来い、魔物しょくさ重敵がいる、眠る、あとはバットに当てろ。浮いたか。いやこれはこれで。なあ、マンボロ最強。お前ら野球やめろ。ああもうボールを投げるな、もう。スクイズ4。はいオッケー。戻ったあいつ。まあそうだよね。相手エラーするから行けなんて言われてもわけわかんないよね。めっちゃ怖い顔して。バント。オッケー。魔物聞いてるよ。で、ククちなみに魔物あるか見とこう、ここで。ここで魔物あるんですかと、あるね。あるねー。安心感やべー。心折ります。俺は、この瞬間が一番好きなんや。どうしたん？お前ら。大丈夫そう？え、ベンチは？瀬戸？え、お前は何？コールドだっていい。ああバカ野郎、何ホームラン打ってんだ、何やっとんねん、魔物終わらせてどうすんだお前。ホームラン打たれて叩かれる渋谷。
や第2球投げました。うん、よかった。3塁ランナーホームに突っ込む、抜けた尾崎浩一、回れ回れ回れ、ジジさすがは強豪といったところですか。第9投げた、お打たしてよかった、ナイス。これチャンスで展開に回っていくね。絶好調展開。いやー今の取れんか、2点取られててくさー。すま任せるわニーナ、もうお前に任せる、もう俺ここから指示変えん、全部任せる、本能赴くま投げろ。おい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 、血が騒ぎすぎたな。おいおいおい、まあ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 、言うてね、言うて私には魔物があります。まだ可能性はあります。第2球投げた、ジャストミート、神神神神、これシングルヒットかよ、こんないい当たりなのに。まあでもでかい、でもでかいでかいでかいよでかいよ、ノーアウトで魔物が出るのはめっちゃでかい。よっしゃ、いや三振よりはいいか、うまい、浮かなかったらいい。まあしゃあないか、きちいワンアウトか。うわうんま、普通に野球うまい、やめろ。いやーでもこれ、ああ代打だな、ツッチこれツッチにしよう、いけツッチ。投球これから5球目、よかっただよかった、もう一回見せて、もう一回見せて、弾いて、うま確かにバントうまいお前すごいわ。おわお、まだ諦めんなって言ってる、前年度 MVP がちょっとハッとさせられたぜ。諦めちゃダメだよな、俺たちまだ負けてねえもんね。負けた、いや強豪落ちるかな、まあちょっとしゃあない展開ではあった、天界呆然俺の顔落ちないでほしいな強豪。もう土変えんの大変やん。土についたら盛り上がるぞ。よし、キャッチャー出てくれ監督。鴨神がメキメキ育った。いやーいい合宿でしたねおめえだけだよ。さあ来た、展開君もちろん言ってくれ。ああ、うわー、世界最強のピッチャー出来上がった、強心臓だいいね、うわスローカーブ4になってる、つえー強心臓は大当たりや、お前強すぎ、取材お疲れ、800、お前強すぎ。ちょっとキャッチャーを勇気を持ってもうズンタンにくれてやろうと思う。ズンタンキャッチャーって感じするしな。伸び必勝、伸びはかなり上がります。まあここも天下にもう壊せよう。送球はやっぱり聞くか、ザーミが早急 A だとすごくかっこいいのでここに必死を使っちゃおうかなって。でまあ早急こっちの本は、まあ、実際師匠にあげてもいいよね。あでもサード待って、師匠は E で渋春が C、まあ、渋春を B にする卓もある、どっちがいいと思う。俺見栄え的にはこっちなんだけど、社内の方で検討した結果先場師匠とします。追い込んでから第3球を投げた、打ちました、1・2塁間の打球弱小って感じするこれ抜けんのでもやっぱさすがにちゃんとチーム強いのが出てるな。あー福お前すごいな、なんか1点取られてるんですけど、おい気合入れろ、ちょっと5点取れてホッとしてないか展開。おー素晴らしい、うまいね野球クーク。いやーもう守備範囲広すぎ、今のが抜けないのが偉いよな、あまりに偉い。外投げてな、外、そう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 、それでいいで、強豪に帰らんかな、上がんないな。
あり。まあホームには帰れる。おラッキー。これで均衡が破れました。これでか。ツナ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 はずっとベンチでボール磨いとったやん。人のバットとグローブとボールをずっと磨いて過ごしとって、そこに突如来た村上とかいうムードバツのやつ。おおよう走ったぞ、津田。よう走った、津田。あ、空気悪くしてる人。いや、でも、結果で見せればいいっすもんね。よし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 。まあ、でも十分稼いだ。十分稼いだ。おこれ抜けた。もう一人帰れる？オッケー、いいね。この2点嬉しいな。かなり安心できる。よいしょ、はい、よいしょ、はい、完璧。よし、感じある。今そばにいた展開ガン無視してた。ずんた、お疲れもなかったの今。これムード罰ですよ。これは強豪、ただいま、ただいま強豪、カムバック。練習試合消えるけどもうどうでもええ。 OK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 。 ナイスクク。こそこにはクク。 OK。 そうチャンスを作らせるな。とりあえずとりあえずとりあえずよ。ちょっと臭いとこ投げてみて。鉄は？お前マジでさ、お前マジでさ。野球やめるか、シュワル。うわ、トロールやりよったな、マジで。あいつ大トロ握りよって。あぶねえ。ナイスだ、ナイスナイスナイス。これでゲッツーでよくなった。グランスロ、よし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 。いやマジかよ、渋谷ハルくんさ、やってくれたね。おい、強豪から落ちたから練習指示消えたじゃねえか、最悪や。うわー、この可能性考えてなかった。これ B に上げとけよかった。B に上げとけよかった。うわー、でも采配ミスだったな。これ強豪から負けたら落ちるリスクを考えたら今勝つのがすごい大事だった。あー、選択肢あっただけに悔しい。まあ一番大事なのは次の夏だね。一番大事なのは次の夏。わー、今日の秋ミスったな。まあ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 、チームは決して悪くない。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。